はい、ブドウライダーミッチャンネルの佐藤です。土曜日に引き続き日曜日の今日も天気は最高ということで、久しぶりに杉山大滝のところにあるマイフェイバリットドライブイン泉屋に行ってみようかなと思ってます。なんだかんだ言って俺泉屋さん好きだもんね。行くだけでも楽しい気分になってテンション上がっちゃうもんね。でもって最低でもタマコンは食っときたいよね。とかなんとか言っちゃってタマコン以外も結構食っちゃうんだけどね。ただ久しぶりに山形方面に足を伸ばすわけだから、昼飯は行ったことないとこで食べてみたいかなと思ってたんだよね。行ったことないとこっていうのはどこかっつうと、正直まだ見て得意のイギアダリばったりっつうやつですわ。山形は結構うまいものも多いしね、そばもラーメンも天ぷらもうまいし、きっと俺が見たことも食ったこともねえような新たな出会いがあるかもしんねえしね。野沢雅子さん的に言わせてもらえば、ほらワクワクして食っぞてな感じかな。それにつけても体が痛いね。腰痛はもとより、久しぶりに来た道場の若造大地の蹴り足の膝が俺の左足の大腿四頭筋に食い込んじゃったからね。練習中は痛くないふりして平静を装って動いてたけど、心の中ではこいつをてめえふざけんなよ、痛みで足がしびれで踏み込めねえじゃねえか、涙ピロとか思ってたもんね。実際2日経った今でも膝を曲げるとももの筋肉が収縮してめっちゃ痛くて泣くんですけど、まあそんでも大地は久しぶりの道場だった割に動きはいい方だったんじゃねえかな。我が家って素晴らしいね。話は変わるけど、噂によると藤崎ではもうビアガーデンがオープンしてるらしい。今年こそビアガーデン行きたいけどね。 E ビーンズのビアガーデンではバーベキューが楽しめるらしいから、街中でバーベキューなんてぜひとも行ってみたかったんだけどね。今年は行けるといいね。ただちょっと油断してると、ビアガーデンなんかすぐ終わっててさ、油断した覚えもねえのにふと気づくと夏自体が終わってたりすっからね。アナドレネーゼサマードリーム。問題なのはビアガーデンは誰と行くかだよね。やたらめったら俺は一人行動が多いから、もう気づいてる人もいるかもしれないけど友達いねえんだよね俺。それはそれで寂しいんだけどさ、仮面ライダーの歌でされど我が友サイクロンっていう歌詞があるんだけど、バイクのサイクロン号が友達ってそれはそれで寂しいよね。俺のようなエセライダーじゃまだバイクを友達なんて思ったことねえもんね。あくまでも物っていうか道具っていうか機械だもんね。バイク好きの本格ライダーの境地にはまだまだ到達できませんわ俺は。ただ天気のいい日にバイクで走るのは気持ちいい、それだけのこと。そう、それがこの俺ブドウライダーなのです。まあちょっと意味なく無駄にエコを使ってみたりなんかしちゃったりなんかしたけどね。草木の匂いが心地いいね。この国道48号線の横には広瀬川が流れてんだけど、そっちの方をちらっと覗いてみると、昔倉本壮が出演していたサントリーオールドの CM の富良野の山奥の風景にそっくりなんだよね。だんだんディランセラをアデオラエなんつってね。まあ知ってる人は知ってるし、知らねえ人は知らねえこと言っちゃったりなんかしたけどね。まあだから時にはバイクを止めて川の横っちょまで降りてみたいような気もするんだけど、わりかし俺もめんどくさがりなもんでね、そのうちそのうちと思いついついいつも先延ばしにしちゃってます。かくいう今回も先延ばしってことで、関山大滝を目指し先を急ぎましょう。何を隠そう今日は朝飯を食っていないのでね、もうお腹もペコペコ、早くタマコン食べたいやるよ。このトンネルの手前あたりからちょっと空気が変わって若干肌寒くなってまいりました。やっぱ仙台と山形では多少気温に差があるんだね。まあ手がこの辺山だからね、涼しくなるのは当然ちゃ当然か。毎回勘違いっていうか錯覚してしまうんだけど、杉山のトンネルを抜けるとすぐに泉屋に着いてしまうような気がしちゃうんだけどね。トンネルを抜けてからちょっとだけ走ります。泉屋の入り口付近ではイワナの塩焼きを焼いていて、めちゃめちゃうまそうなんだけど未だに食べたことないんだよね。なぜかというと俺は川魚が苦手だから。うまそうだとは思うんだよ、うまそうだとは思うんだけど、どうも川魚の臭みがね俺にはちょっとダメですな。でもいつかそのうち食べてみようかなとは思ってんだけどね、まだその時ではないんだよね。まだまだ気持ちが乗っていません。まあイワナの塩焼きなんて食べなくても、泉屋さんにはまだまだ他にもうまいものがいっぱいあるからね。はい、この右側の紅花っていう中華料理屋を過ぎたら間もなく泉屋さん到着です。はい、泉屋さん到着。さて何を食べるか楽しみ。すいません。はい、どうぞ。タマコンと。はい、食べていきます。はい。はい、タマコンと。そう。卵。タマコンと卵。はい。袋いかがいたしますか。大丈夫です。袋は大丈夫ですか。じゃあフランクフルトももらうかな。はい、フランクフルトですね。本当は膝を曲げるとももが痛いんで椅子の席の方がいいんだけど、込み込みだしソーシャルを考えると座敷にするしかないね。お座敷上がります。あ、はい、すいません。よいしょ、あ、待て、はい、ありがとうございます。はい、待ちに待ったタマコンですと言いつつフランクから食うけどね、安定のうまさ。
続いて待ちに待った玉コン。この優しい味がいいんだよね。そんでもって見てるとついつい頼みたくなってしまう卵。もう最高の組み合わせじゃないですか。バイクじゃなかったら酒飲みでえわ。お茶で我慢。今日の関山大滝の水量はこんな感じ。さすがは泉谷さん、十分休めたし癒されました。もうちょっと暑かったらラムネを飲みたいとこだったんだけどね。さすがに今日はそこまで暑くないし、バイクで走っていると涼しいんでね。そんでもって泉谷さんで休んでいる間にスマホで穴場のお食事所を検索してたんだけど、ちょっとカレーライスが食べたくなってきたんでね、カレーで検索をかけたんだけれども、最近カレーっていうとヤダラドインドネパール料理とかばっか出てくるじゃないですか。だけど違うんだよね、俺が食いたいのは日本のカレーが食いたいわけよ。かといってココイチでもないやつね。定食屋とかにあるようなカレーっていうか、昔ながらのお店屋さんにあるような日本のカレー、そんなカレーを俺は食いたいと思ってるわけ。そんでネットで検索してみたら、天童に穴場のカレー屋さんがあるっつうことが出てきた。泉谷さんからは車で25分くらいのところにあるっつうから、早速向かい始めたっちゅうわけ。目的地のカレー屋さんはその名もカレー屋さん。なんかひねってんだかひねってねんだか、いまいち分かりにくい名前ではありますけれども、カレー屋さんだっつうことは間違いなく分かる店名になってるよね。とにもかくにも今日の俺の昼飯はカレー屋さんという名のカレー屋さんで、カレーを食うことに決定しました。25分という道のりが遠いと見るか近いと見るかは人それぞれ。俺はというとタマコンやフランクや卵なんかを食ったわけだし、それぐらいの距離離れてるのが程よいんじゃないかと思ってます。まあバイクで走っていろんなところに行ってみるのも目的の一つだしね。ツーリング日和でもあるしね。と言っていたら着きました。ここがお昼の目的地、穴場のカレー屋さん、その名もカレー屋さん。早速中に入ってみるっちゃね。ごめんくさい、これまた臭い。確かに穴場だね。昼時なのにお客さんほとんどいません。俺はカツカレーのセットを頼みました。すっげえうまそうじゃありませんか。いただきます。めちゃめちゃ壁に貼ってある写真と無数のサインは地元山形のサッカーチームモンテディオ山形の選手のものがほとんどのようだ。もちろん俺は地元のベガルタ仙台のこともよく知らねえのに、山形のサッカーチームのことなんか全く知りません。そのもってサインの色紙だって横っちょに読み仮名でもつけといてもらわねえと、誰のサインなんだかなんて読むんだか全くわかんねえもんね。ああ、でもサッカー選手だったら振り仮名振られてでも誰だかちょっとわかんないけどね。俺が知ってるサッカー選手といえば日向小次郎、大空翼、三崎太郎、あとはキーパーだったら若林源蔵くらいかな。石崎亮つのもいたな。なんだかんだで俺も結構サッカー選手してるもんだね。やっぱり社会人たるもの、自分があまり興味がないものでも一般常識としてある程度は抑えておかないとね。サッカーの知識はたしなむ程度でございます。あ、そうそう、それからここのカレーなんだけど、すっげえ美味しかったね。まさに求めていた俺好みの味でした。アイスコも美味しい。さーて腹も満たされたし、ツーリングしつつ帰宅の途に着きますかね。明日は月曜日だから仕事が始まっちゃうし、早めに帰って体を休めっかな。ほんの少しだけ眠らせてくれてれっゅーん。変身デュエイトー、不動ライダー必殺空転百裂ゲーク。